こんにちは、住吉たまきです。今日はノーミラーメイクアップチャレンジをしてほしいというリクエストをいただいたのでやってみたいと思います。ノーミラーメイクアップチャレンジというのはそのままなんですけど、鏡を見ないでメイクをするということです。普段はがっつり鏡を見てやるタイプなので、てかみんなそうだと思うんですけど、うまくできる自信は全くないんですけれども頑張りたいと思います。コンタクトを入れないと目が全然見えないくらいに目が悪いので、最初はカラコンを入れた状態から始めていきたいと思います。ではカメラのモニターを閉じて開始します。まずはこのミシャの CC クリームを塗ります。うわ、鏡見たい。ちゃんと塗れてるかわかんない。まあいいでしょう。なるべく薄い方がいいかな。フェイスパウダーをします。これは甘い湖畔というもので桜色です。薄めに。あー、なんかすごいついてる気がする。全然薄くない。あ、やばい、絶対ついてるね。どうしよう。大丈夫かな。まあいいや。なんかやっぱ一番手こずるのはアイメイクかなと思ってるので、次はキャンメイクのパウダーチーク37番を塗ります。濡れてるかな、濃くないかな。もういいや、やめとこう。やめないで。次は、あ、コンシーラー忘れた。コンシーラーでちょっと目の下のクマを塗ります。怖い、チークやっちゃったよ。次、眉毛、メイベリンのファッションブロー BR3 番で塗っていきます。ここでしょ。あ、怖い。こんな感じかな。濡れてんのかな。あ、多分ね、こっち側がね、眉毛がちょっとないから。ありゃー、そこ行っちゃう。あらら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 、ら出ちゃったよ。はい、次はこの韓国の化粧品のハイライトを塗っていきます。あ、待って、つけすぎてる気がする。次はノーズシャドウを入れます。次、眉マスカラ、キスミーのカラーリングアイブロウ04番ナチュラルブラウンで塗っていきます。あ、眉毛にフィットしてる感がある。待って、塗りすぎかな。あ、待って、どうしよう、すごい不安。次、きたー。次、アイメイク。アイメイクが一番怖い。メイベリンビッグアイシャドウ PK-1 アイシャドウしていきます。オーブクチュールの551番を使って、これ鏡あるので見ないように開けます。と、1色だけ使います。大丈夫かな。目の下に入れます。よし、次は目の下、さっきのメイベリンのやつを使って涙袋を入れます。怖い。なんか目のところって目の玉に入っていきそうで怖いんですけど。次はアイライナー、キャンメイクのハイパースリムジェルアイライナーの02番を使います。あ、怖い。でもこれ細いからなんかそんな大ごとにはならなそう。あー、先にリップ塗ろう。キャンメイクのステイオンバームルージュの12番を塗ります。で、最後マスカラを塗ります。ラブチュールのマスカラを塗っていきます。見て、はぁ、怖い。鏡って大切。やばい、やばいかな。あ、よし、これで OK かも。うん、
OK、完成しました。それでは鏡でチェックしたいと思います。3、2、1。うわぁ、なにこれ。あ、でも意外とアイラインとか塗れてるよ。ほら、まあ、ひどいけど、なんかよくわかんない、ほくろとかできてるし、眉毛がやばい。やばい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 。なんかハイライトがめっちゃ光ってる。ここおでこ、ここ一体やばいんですけど。はい、こんな感じに仕上がりました。なかなかこんな思いでメイクすることないので、楽しいのでぜひ皆さんもやってみてください。では今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。パパ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 チュチュチュプペンペンポポンポンパンポポ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 ポ